皆さん、おはようございます。5月の晴れやかな青空の下とかちょっと言えず、お足元の悪い中とも言えず、ちょっと微妙な天気ですけど、このステージの上は本当に熱く燃え盛ると思いますので、ぜひこの一日楽しんでいってもらえばと思います。メドプレゼン2017でしたね、これね。これ去年から始めたんですよ、2017から。そして今回2018ということで、本当に2年続けてできたことに喜びを感じております。タイトルは去年と同じ、一緒に言葉聞きませんか、パート2とさせてもらいました。新しい言葉ちょっと考えつかなかったんで同じにしました。パート2っていうと、まあね、プレイバックパート2を思い出しますけど、これはまあどっちに関係ないですけどね、始めたいと思います。今回11人のプレゼンターの皆さん集まっていただきました。本当に先ほどもありましたけど、有能なとありましたけど、有能っていうのは何かと、まあ、考えますね。何かこう自分のやりたいことをやる、そして何かこうことをなすと、そこまでの過程は本当に大変なこともあるし、辛いこともあると思うんですよね。しかしながら何かこう社会に対してやりたい、言いたいことがある、そんな11人を集めたつもりです。あとお昼過ぎといいますかね、には定談としまして、まあ、座談会的な感じで、新しい企画もやりますので、楽しんでいってもらえればと思います。一人一人これ説明したいところなんですけども、それはプレゼンテーションを見ていただいてご判断いただければなと思います。今回自分の考えたコピーですかね、ああ聞きたいな、そんな言葉が優しく刺さる、そんな言葉がここにある、本当に皆さんが聞きたい、もしくは聞いてよかった、そう思えるプレゼンがこれから始まってくると思います。そして皆さんの心にぐさっと鋭くではなく優しく刺さって、そして普段の仕事の場、普段の生活の場に戻っていただければなというふうに思います。これ去年も出したんですけどもね、言葉、聞きたい言葉、言葉と僕は言いましたけども、言葉って何かと、まあ、僕の大好きな新明解国語辞典をまた出しますけども、その社会を構成する人々が思想、意思、感情などを伝え合ったり、何かの記号として、もしくは音声として伝え合う道具なわけです。場合によってはその表現する行為そのものを指す場合もあります。で、場合によっては人工の言語とか、今 AI なんてありますけどもね、人工の言語とか手話とかも含まれると、人と人がこうやり取りをし合う道具、その道具を非常に磨き上げた形で今日皆さんに、プレゼンターの方々には披露してもらえると思います。言葉もこう暗い言葉から明るい言葉まで非常に幅があると思うんですよね。だけど耳に入った言葉がどう解釈するか、これは皆さんの気持ち次第ですけど、発するこの言葉というのに入っているこの魂というものを受けてもらえればなと思います。パッと聞いただけで、これいい言葉か悪い言葉か、楽しい言葉か悲しい言葉か分かんないもんなんで、今グラデーションにしましたけど、気がつくとこれ左にテントウムシいるの分かりましたかね、出てきてたの。思わぬところに何かいいものが隠れてたりとか、もしくは悪いものが隠れていることもありますけど、まあ、言葉の中には、聞くもの、話すものの、このコミュニケーションの、まあ、難しさもあるという反面、うまくピタッとはまれば本当に心が伝わる、そんな言葉は道具になると思います。こんなタイトルでいきます。内容の説明ですね。とことんやり続ける人がいる。世の中にはそういう人たくさんいます。これは僕の仲間の、これ栄養サポートのチームがある学会に行った時の様子なんですけど、普段大変なんですよ。非常に職場の仲間たちとのやり取りなんかも大変なこともあるし、理解してもらえないこともある。だけど仲間として集まって、まあ、学会に行ったり、いろんな集まるところに行った時に、もう本当に楽しそうでしょ。僕がちょっと光っちゃってね、変な写真だったんですけど、もう本当のみんなの楽しさ、普段辛いことがあるからこそ仲間が集まって、分かり合える仲間が集まった時に、喜びというかな、笑顔になるというのは分かるかなと思います。とことんやり続ける人がいる。やってる最中ですね、本当にこれでいいのかな、皆さん思うんじゃないんですか。こんなことやってて俺いいのかな、私いいのかな、いやこれでいいんだと、いけ、こんな気持ちで、日々を過ごしておられるんじゃないかなというふうに思います。そして僕が好きなのは、世の中を確実にこう変えていく、そんな人が好きです。自分がこうやりたい、やってみた、そしたら世の中がそれについてきた、まあ、僕なんかはまだまだ小物でダメですけども、やはり世の中を変えるような人たち、今回11人および、まあもう何人かいらっしゃいますので、聞いていただければなと思います。社会に問いかけ、自分自身に問いかけ、そういう人たちの熱き人生から、ほとばしる言葉、知ってましたか、ほとばしるってこういう字を書くっての、
僕今回初めてワープロで打っててほとばしるところで出たので、あえてこの漢字を使いました。また新明解国語辞典です。中に溜まっていた液状のものが内部の圧力に押されてひっきりなしに噴出する。いいじゃないですか。それぞれの人の内部の圧力、皆さんは何ですか。ひっきりなしに噴出させてる、噴出させてますかね。今回はそれを言葉として表現して、言葉と画像ですかね、として表現してもらおうというふうに思ってます。群馬で叫べ、日本に届け、ここで叫んだこと、その言葉が日本に、日本を変えることにつながる、日本に届くというのが、になれば非常に嬉しいです。これちなみに上毛かるたってどうもやっぱり群馬県人はね、上毛かるたが好きで出しちゃうんですけど、力合わせる200万って今言うんですね。いいじゃないですか。群馬を取り囲むたくさんの人が頑張ってる様子が現れてて好きな絵の一つです。まあ、ちなみに僕は古い人間なんで、力合わせる170万の頃にこれ覚えましたけど、今200万弱でしょうかね、なってます。でなぜこのメドプレゼンやりたいと思ったか、やっぱり自分自身何かを変えたい、自分も変わりたい、そして聞く話すということ、僕は好きなもんですから、聞きたい、聞かせたい、その交差した皆さんに聞かせたい、自分も変わりたい、そのクロスしたところにこのメドプレゼンがあったということになります。今やはり高齢化社会です。超高齢社会ですね。超高齢社会という中で子供さんもいる、若い人もいる、お年寄りの方もいる。これ自分自身と祖父なんですけどね、今現在も子供、お年寄りいる、子供もいつかお年寄りになると、そしてそれぞれがそれぞれの生活は幸せにあってほしいというふうに思う日々であります。いつかはみんなこうなるんですよね。僕はこの2つの間の真ん中をもうちょっと過ぎちゃいましたけど、だんだんとこう高齢化してくる中で幸せを与えることができるかということになります。これ僕100円ショップで見たトランプなんですけどね、ジョーカーのところの絵がすごいんですよ。ゴーストは分かりますよね。ホスピタルがジョーカーに入ってたんで、本当にこれショックというかね、驚いたんですね。まあ、そういう場にならないようになってほしいなと思います。街に人は集まないのか。僕は子供の頃は街に出かけるのすごい楽しみだったです。これ日曜日の午後ですよ、いない。だけど祭りの時には数万人とか来るんですよ。潜在的に人はいるわけです。でなぜ祭りに来るのか、場を味わいたいだと思うんです。別にお好み焼き食べたい、たこ焼き食べたいから来るわけじゃないんですね。その場に来ると。でこの場を祭りの場のように、誰みんなが来たいとかにしたいなというふうに思ってます。これ去年です。仲間がいて、こういうたくさんの人々に集まっていただいて出来上がっているメドプレゼン、楽しんでいただければと思います。今日は一日よろしくお願いいたします。